の帽子のかぶり方をお教えします。はい、はい、今日のモデルさんは、はい、こんにちは、袴田葵です。3年生の9歳です。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、葵ちゃん、あら、まあ、なんというかぶり方でしょう。何のことですか？お顔が見えないじゃないですか。そうかな、うん、おーちゃんお顔全然見えないですよ。そうかな、うん、みんなどう思いますか？おかしいでしょはい、じゃあどういう風にかぶればいいかお教えしますよ。いいですか、みんな聞いててね。はい、キャップはこういう風に、今おーちゃんかぶってたみたいに深くかぶってしまうとか、普通にこうやってかぶっていても、お写真を撮るときにお顔がすっごい暗くなるんですよ。知ってますか？知りません帽子をかぶるキャップのコツは、後ろの方にこういう風にして深くかぶって、つばをこういう風にできるだけ上の方にかぶるっていう、これが一番いいんです。ちょっと横も見せてあげてください。そうそうそう、こんな感じです。こんな感じです。そう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 、このぐらいおでこの上が見えるぐらい、あの帽子が上の方にあるっていうかぶり方をしてください。はい、わかりましたか？わかりましたはい、それから先生がよくするのは、働くモデルさんとかに帽子をかぶせるときは、こういうかぶせ方をします。なんでお顔が明るく見えるからですよ。で、ちょっとあの、なんていうのかな、可愛い感じ、キュートな感じになりませんか？確かにね、こういうふうに斜めかぶりとか、男の子みたいにちょっと後ろ向けにかぶったりっていう風にすると、すごい可愛くなりますよ。初めて知った本当？こういう風にほら、男の子かぶったりするでしょ、うん、こういうのも可愛いんだよ。どうですか？とってもかっこいい、うん、はい、こういう風に、キャップをかぶる場合は浅くかぶるっていうのがコツです。ありましたか？はい、はい、ありがとうございます。バイバイ。なんだ、チャンネル登録とグッドボタン、うん、押してください。はい、よろしくお願いします。